中年なう朝川ズです。くだらないもの工房のバーチャルおキツネ風宅調整部ポイント職人とバイブアンバサダーをやっております桜見ですと。ええー、今日はね、うんええー、日本電産のね長森会長っていうまあすごくカリスマ経営者とね言われている方の記事なんですけれど、うん、うん、えー、後から来る急行電車と先に出る普通電車どっちを乗るかっていうことで、はあ、うん、なかなかちょっとこれ面白い考え方だなと思う。 ちょっと取り上げたんですけれど永、うん、森会長は先に出る普通電車に飛び乗ると飛び乗るんだうん <laughs> <laughs> そうこれは大体の人は後から来る急行を待つんだけれど、うん、何かトラブルとかあった時とかに、まあ、電車止まっちゃったりとかした時に先に出発する普通電車に乗ってれば少しでも目的地に近づいているはずだとなるほどね いう、まあ、不足の事態に備えるという、まあ、リスク回避の観点で、えー、この普通電車に飛び乗っているということなんですけれど、 俺は、やっぱりこの後から来る急行電車を絶対乗っちゃうと思うんだよね。いろいろでもさ、混雑具合とか料金とかいろんなこと絡んでくるからね、あそうなんですよね。<laughs> まあまあ、例え話だっつーの、みたいな感じはあるんですけどあ。あるんだけれど。どう仮にだけど、俺はまあ、なんだろうね、空いてる方に乗りますと。これ、やっぱりさ、座れるか座れないかっていうのすごい重要な要素になってくるよね。そうなんですよ。あの、うちらみたいなね、あの、関東方面に住む と、一駅一駅はめちゃくちゃ長いんで、で、そこを座ってられるかどうか。うんだなあと、その、急行と鈍行がこう交わるところで人がどれぐらい降りるのかとか、なんか、いろんな多角的に見て、じゃあこっちの方が得だろうっていう方に乗りますね。リスクがどうこうっていうのは正直、あんまり考えてないというか。まあ 例えでこれを出してるっていうか、その会社の考え方として、うんえー、例えばね、夜2時間遅く仕事している人よりも、朝30分早く会社に来る人を信用するとか、うんうん、そういうまあ会社の考え方として、この電車の例えを出して、 てるんであって、多分本人も実際は急行乗ってんじゃねえかなと思うんだけど。ま <laughs> 会長ともあれば電車乗らないでしょ。<laughs> 乗っても新幹線じゃねえって、新幹線の指定席座るだろうと思うんだけれど、<ー>まあこの考え方として目的地に少しでも近づいておくことが大事だっていう。風にまあ言ってるわけだわな。ですね、うん、ちょっとでも近づきたいがために、その快適性を。じゃあ犠牲にするのかっていうと、俺はそこはすごい。疑問に感じるというか。あ そこ,こは俺もそうですね。このフリーになったのが、その快適性を求めてるのも結構あるので。あるあるで、かいよその、電車乗んなくていいとかさ、うんうん。給料とかお金以外の面もめちゃくちゃ大きいわけじゃんそうですね。お金は一旦置いといて、それでも自分の自由になる時間が欲しいっていう方向で我々動いてるので。でもあれなのかなその、サラリーマンとかだとこっちの方が、 いいいっていうことなのかなまあ実際にそのリスク回避っていう意味ではね,あま,あねまあもし途中で何かあって電車が走んなくなった時に先に出てる普通電車だったらその訪問先の会社にちょっとでも近いから早く伺えるとか時間に間に合うっていう考え方ってことだよね、うん、まあおそらくそういうことを言いたいんでしょうけどうん電車が止まったら俺はもうすいません今日無理ですって言ってちゃんと連絡をすると。<laughs> このね、日本電産のこの会長ってのはもうとにかくすごいスパルタというか、もうガチガチの会長だから、うん、うーん、なんかな、俺らみてえにもう、会社勤めじゃない人からすると、ちょっと無理だな、 っていう。そうですね。そういうレースからは我々はもう足を洗っているので。ああ、もう全然快適な方。まあ、なんだったら遅くても、ちょっと遅くても休校を取っちゃうかな。<laughs> うん。ちょっと到着が遅くても座れる休校だったら座れる休校で行きます、ね。なん <laughs> だよね。うん。<laughs> 乗り換えも少ねえしっていう。乗り換え少ない。まあ、なんなら座れる鈍行で2時間遅れで着いても全然いつ <laughs> <laughs> 我々には合わないっていうことだけは分かりましたね。おー ただな、もうそれで締めちゃうとこの話広がりようがねえからな。<laughs> もうちょっと終わりますか。もうちょっとなんか広げてみるか。 だから、これは締め切りがあるような仕事というか。はい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 。夏休みの宿題を最後まで取っとくか、先にやるかみたいな。あー、はい、はい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 。結局はそういう話だと思うんですよね。だからさ、その朝30分以上早く来る人を信用してるってことは、この長森さんからすると、うん、夏休みの宿題はもう初日から取り組んじゃう人の方が信用できると。そうですね。なんなら夏休み入る前からやっとけぐらいの。<laughs> 本当だね、うん、でもまあ <laughs> そう考えるとそっちの方がリスクはないんですよ。途中で例えば、なんかトラブルあって、その日記が書けない時期があったとしても、 その分、なんとかなっちゃうんで。何かね、途中でその楽しい旅行が入っちゃったりとか、うんうん、あとは、実家が火事になっちゃったとか。<laughs> 実家が火事になったらもう、夏休みの宿題は一回なし。<laughs> <laughs> 将来何が起きるか分かんないっていうことに関しては、うんうん、先に用事を済ましちゃった方がいいっていうのは、理屈としては分かるんだけれど。分かる分かる。 どうだろうなまあ、人それぞれだろうけど、俺なんかはもう本当に夏休みの最後の方に慌てて宿題をやる派だったんで、うんうん、日本電産には入れませんっていうことでね。<laughs> ま、入りたくても入れないけれど。<laughs> 俺も入れませんね。残念ながら入れないですよ。<laughs> いや、行きたかったな、日本電産。<laughs> <laughs> 電気自動車のモーターの開発でね、めちゃくちゃ期待されてる会社だからね、日本電産は。 うんどういうパターンだったら、じゃあ、この、なんていうかな、先に出る普通電車に飛び乗るというか、どういう要件だったら なあ、いや、だからそれは、その、なんつうのかな。スケジュールを動かせるやつだったら、うん。のんびりで全然いいんじゃないって俺は思いますけどね。例えば、家族が渋滞ですとかさ。はい,はいはいはい。その時って後から来る急行より先に出る普通電車に飛び乗っちゃうかな。どうだろうその辺って。それだったら最終的に早い方ですね。じゃあ、それプラス、えっ、ー、と、家族が渋滞です。で、 今、台風で電車がいつ止まるか分かりません。じゃあ、後から来る急行より先に出る普通電車、さあ、どっちに乗ると。ええー。どっちか止まるかもしれないってなった場合は、うん。あのー、駅と駅の間で止まられちゃうと困るんで、そういう場合は、ど行に乗ってった方が、 安全なんじゃないかなと。一息ずつ確実に止まってくれるんで。<laughs> よし、ようやく鈍行に乗せることができた。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ条件付け足してったけど。<laughs> だいぶ条件付けきましたけどね。<laughs> 台風の中、渋滞の家族を迎えに行くっていうね。 特殊な例だけど、ねそ。そんくらい、そんくらいの状況じゃないと、まあ我々はどこに乗らない乗らない。仕事ぐらいじゃ乗んないよ。<laughs> 仕事じゃ乗んないですね。うん。仕事よりもっとね、重要な時じゃないと無理かな。うん、無理かな。でもさ、そうなってくると、うん、もう、タクシーとかさ、他の移動手段も考慮をしちゃうっていうかね。ねどうぞ。だから、それが我々のリスクヘッジなわけで。うん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 。うん。どれに乗,る乗れば早いかとか、どれが危 ライカーーとかっていううよよりはじゃあ他のルート考えようと俺らみたいなフリーランスはだから自転車なわけだよね。あるチャリがあるから最悪チャリで行こう。<笑><笑>自分の足で行こうっていうね。そ,そうそうそう。最悪ホラーだって電車が例えばまるっと止まっちゃったと。いう時は自転車とかバイクとかその辺しか使い物になんないってなると、 そっちになりますよね。いや、そうよ。だって実際にあの、311の時はめちゃくちゃ自転車活躍したからね。ね全部止まっちゃってたから。交通機関全部止まってたからね。うん,うん。だからまあ、まとめとしては、うん。普段だったらゆったりした休校で行って、 <で>うん、緊急時のために自転車を用意しとこうと折りたたみ自転車でもあれは有効しちゃえばいいんだ <laughs> <laughs> どっちにも対応できるよ <laughs> 常に持っとこうと途中で電車止まってもそっからじゃあチャリでってあチャリで行くわでう,ーんうん、うん、それありだな <laughs> <laughs> それか、今だったらキックボードうん、うん、キックボードを電車に持ち込んで、なんかあったら途中からそれで行くと。うん、それがいいんじゃない我々は。な、長森さんは納得しないだろうけど。<laughs> 全く納得しないし、あの、面接にすら呼ばれないレベルですよ、これ。<laughs> 面接の途中で帰れって言われる答えだと思うけど。もういいって言われるから。<laughs> まあまあほら、俺らはもうね、そこはドロップアウトしてるから別にね、我が道を行くだからその、工夫して、その自分なりの回答を見つけ出すと。そうそうそう。いうことで。なんか、あれだよな。 先に出る普通電車に飛び乗るみたいなのが正解みたいな感じで言われちゃうと、うんうん、いや他の生き方もあるよって思っちゃうもんねあ。そうなんですよね。まあ我々のこのひねくれっぷりが <laughs> よく出てるんじゃないでしょうか。<laughs> あなんかね、こんなすごい方に立てつくのもあれなんですけれど。うん、ちょっと偉い人がさもこれが正しいってバーンって言われると、うん、なんか反論したくなるんですよね。今だったらひろゆきとかな。これだ っていう、断定して喋るもんね。どうぞ。断定した意見は絶対にね、反論がつくので。我々は全部、この結論をふわふわさせていきましょう。<laughs> <laughs> まあ、こういう、カリスマって言われてる人はね、その白黒結構はっきり言う人が多いからね。そうですね。こっちの結論としては人それぞれ。これでいいんじゃないでしょうか。そう。その、混雑状況とか値段を見てね、決めましょうと。 みんな頭は使えよと。ただ、自分の頭で考えて決めたことだったらいいんじゃなかろうかと。いいのいいの。だからこの、長森さんが自分でこれを実践する分にはいいのよ、別に。あ、そう,そうそうそう。押し付けてこなきゃいいわけですそうそう。真似する必要はないですよ、っつ、話ですわな。ですわな。ああ、なんとか15分持たせたわ。<laughs> <laughs> 今、タイマー見てほっとしてるわ。 ああ、よかったよかった。<laughs> いや八8分ぐらいからさ、や、やべえな、もうねえな、喋ることって思いながら喋ってたから。<laughs> <laughs> <laughs> いや、我々頑張ったと思います。ちゃんと、電車の話で頑張ってよ、15分。もう全部例え話の話しかしてないですからね。ねえ、そう。っていうことで、今回はね、このカリスマ経営者が迷わず選ぶのはどっちっていうことで、後から来る急行電車か、先に出る普通電車かというお話でございました。 サブチャンネルもやってます。朝カーズのビデオで検索してください。くだらないもの工房の匠です、えー。YouTube チャンネルを作りました。ほぼ毎日何かしら作る雑談ライブ配信をやっていますので、えー、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。